の大地に長い冬が去り春が訪れ、はい、どうもお世話になっております、 YouTuber 平本です。ということで今日はですね、サムネイルにもあったでしょうか、曲の前奏に作文をつけちゃうということでございますよね。作文をつけるとうまくイマジネーションが広がる説ということをやっていきたいと思います。これどういうことかっていうと、我々が吹いてるね、このオカリナっていうのはいわゆるインストゥルメンタルというそのジャンルに入るわけですよ。例えばここにあるピアノなんかもインストゥルメンタルの曲になるわけですね。これどういうことかっていうと、歌詞がない音楽のことをインストゥルメンタルっていうんですよ。ですからピアノ伴奏にオカリナを演奏してもこれはインストゥルメンタルになります。でそこに例えば声楽の下原陸斗先生が歌うとこれはインストゥルメンタルではないということになるわけですね。歌詞がないわけですから、そのいかにしてそのイマジネーション、イメージを膨らむかっていうのが、ね、非常に難しいんですよ。まあ、逆に言うとそのイマジネーションがある人の方がよりその感情豊かに、まあ、演奏できるって言われてるわけですね。でその中で言うと例えばタイトルなんかを想像するわけですよ。今日持ってきたのはね、北国の春ということなんですよ。まあそろそろ北国でもね、春が届いてる頃じゃないかなということでね、持ってきました。あるいはその歌詞を思い浮かべて演奏する、こういうことになってます。で特にこの北国の春のようなその昭和歌謡ですね、あるいは演歌に関しては皆さん、ちょっとね遡ってテレビ時代を思い出してもらうと、千正夫さんが歌うまでに実はナレーションが入るんですよ。ですからそれを自分で作文しちゃおうということなんですよ。ですから例えば北国の春で今日は僕やるんですけども、皆さんにとっていかようにいくつもの北国の春のイメージがあるはずなんですよね。でそれを、入れることによってよりこのね、ただねで単純にその譜面面をなぞるんではなくて、自分の中で非常にイメージを膨らましてからこのね白樺っていくと、これは感情豊かに僕はね吹けるんじゃないかなということをですね、実は X のですね、まあ旧 Twitter ですね、でちょっと投稿しましたら、いくつかいただきました。ありがとうございます。私もね、X やってますんで、もし X ねやってる人がいたら、まあ、Twitter なんですけどね、フォローしていただければなと思っておりますね。神奈川県からのね、ナーナさんという方からいただきましたよ。どうよ、これはね、もうナーナさんが作ったわけよね、風がそよぎね、雪解け、水が川を満たしって、でそういう感じで吹いて白樺って言ったら、もうこの白樺の匂いまでするよねっていう話よ。雪解けの水も香り、冷たさ、そして緑で、そういったことによって、まあもちろんこれはね、イントロがない曲は難しいんだけど、まあ8小節ぐらいねあるとね、ちょうどいいかなと思ってるんですよ。で本当にこの昭和歌謡かあるいはその演歌っていうのは、なんかナレーションありきのね、この尺があるんじゃないかっていうぐらいちょうどいいその前奏がついてるんですよ。でまたね、この前奏がまた秀逸なんですよ。ですからそこで一回自分でね、マイク持ってるふりしてね、エアーマイクでね言っちゃうんですよ。して吹く、ちょっとこう練習の時はね口に出してもいいし、あるいはそのコンサートなんかですと、ちょっとこの心の中でね、ちょっとだけこう思い描いてから白樺青空っていくとね、これは白樺並木が見えるしね、この北海道の大地が、これ北海道の話だよね、違ったっけっていうように、やっぱイマジネーション、イメージ力っていうのがね、非常にインストルメンタルオカリナは大事になってくるので、ぜひこのね前奏にナレーションつける方法やってみてください。ということで、今ねちょっといただいたのは、もう一人、こちらね九州のですね、長崎だったっけかな、熊本県かな、の人からいただいた、またねこのナレーションの文面がありますんで、それを僕が言って自分でこの北国の春を吹いてみますから、これはねいい感じで吹けるんじゃないかなと思ってますね。いつものですね、 YouTuber 平本の2割増しの北国の春が
聞けるんじゃないかと思いますので、ぜひね聞いていただいて、まあ、今後皆さんもこういったねあのナレーションがつきやすいなっていう曲は自分の中でつけちゃうんですよ。ですから作文することによってより一層こう感情移入ができますからね、ぜひやってみてくださいという、さっそうと読み上げてそのイメージで吹いてみます。いつもの平本 YouTuber 平本の2割増しの北国の春お届けします。ぜひイントロナレーション理論やってみてください。お聞きください。北の大地に長い冬が去り春が訪れるとき、雪解け水は流れ森はゆっくり緑が生い茂始める。私たちの心に永遠に響き続けるメロディー、それが北国の春なのです。どうぞ。